どうも、田タブラザーズで,です。ペッパーミル事件はい、ということでペッパーミル事件という甲子園で起きちゃいましたペッパーミル事件というのは何なのかということなんですけども、まあ、皆さんこの動画を見てるということは多少なりともな えどうなんんていいうう意見を聞きたいと思うんですなので甲子園で注意されたこととかを言った方が面白いのかなと思ったりだとか、まあ、パフォーマンス禁止ということで,で東北高校の方が初回にペッパーミルパフォーマンスを類上で見せたとほんで一塁塁審に注意されそれ以降はしてません。 パフォーマンスはダメですっていう感じなんですよね。まあ、これを受けて、まあ、まず皆さんが思うのは、ガッツポーズはいいんですかということですよね。とね、これね、原則はガッツポーズダメなんですよ。うん、ダメです。まあ多分こんな感じでね、すっごい大きなニュースになってるから、ペッパーミルがこうダメって注意されたので、過度なガッツポーズは確実に これれから厳しく注意されると思いますねで、まあ、僕も甲子園でホームラン打ったこと,ことありますしガッツポーズしてましたで、えー、ガッツポーズのダメって言われてるんですけどまあそのその辺めっちゃグレーなんですダメって言ってるけどみんなやってるのにまあアウトになったりとか危険試合になったりとかそういったことっていうのはないんですよねなぜかというと。感情の表現がもう どうしようもなく出てしまったたガッツポーズみたいなはありらしいんですよダ <laughs> メ、まあ、やと思うんですけども「どうしようもなく出てしまったガッツポーズは大阪桐蔭ではあり」と言われてましたはいもう出てしまうものは仕方がない抑えられへんねんからっていうので言われてましたでもうなんでガッツポーズやこういうパフォーマンスがダメかというとまあ相手チームに失礼だということをよく言われてました 相手に見せびらかすようなガッツポーズはダメとただ感情的にこう湧き上がって出てしまうようなよっしゃみたいなやつは OK みたいななんかほんまにねこの辺意味わからないんですよ僕もほんまにやっててまあ確かに意味わかりませんでした大阪桐蔭のチーム内でも今本当に言った通りの指導は受けてましたまあもし大阪桐蔭とかまあその他そういった教育を 受けてるチームの前で話題になりましたこのシャキーンとかねペッパーミルパフォーマンスとかはいまあ、シャキーンもおそらく何回かしてねダメだったと思うんですけどまあまあルーティーンみたいなもんですようん僕が大阪桐蔭で生きてきた中での、えー、ペッパーミルパフォーマンスを見てしまうとやばいなって思いますね <laughs> そんなことを甲子園でパフォーマンスできて いやすごいなって思いますね東北さんはまあ記事を見てるとなんかこうエンジョイベースボールっていうのをモットーにしてるもうそれがチームカラーなんですよなので練習中から音楽かけたりだとか,なんかあの髪の毛も坊主じゃなくていいとかねそういった東北さんなんですけどまあ珍しいよねでも珍しいよねっていうのがねちょっとおかしいんですけどもまあなぜかというと他の高校っていうのは えー、皆さん坊主頭です坊主頭グランドの、まあ、練習中音楽流れることなんてまあまあそういった環境で、えー、野球してる側と、まあ、僕たちみたいにね厳しい環境というかまあまあ、はい、昔ながらの環境でと言った方がいいかな。 ちょっとまあその辺の言い表し方難しいんですけど、ほんまにうえーって感じ、ね、驚きましたね、そんなことできてしまうんやとか、なんかこう、羨ましくもありました、なんかそういった表現を、別に監督の指示で、お前ペッパーミルやってこいやみたいな、絶対ないじゃないですか、選手間でや,るやろうぜ、打ったらやろうぜとか、ホームラン打ったらやろうぜみたいな、なんかそういうね、ことを言えてる。 環境でで野球ができててるっいいうのはすごい羨ましいなと率直にこの記事を見て思いましたねペッパーミルパフォーマンスは驚き羨ましいという感じでしょうかまあただ自分がその学生の頃に戻ってペッパーミルパフォーマンスを類上でされたらまあ腹立ちますねうんめっちゃ腹立つと思いますね、まあ、それはほんまに相手への 敬意を払う行為とか、まあ、自分も、ね、ホームラン打ってガッツポーズしてたので、まあ、僕はそのおっしゃーっていうガッツポーズは本当に世界の大谷翔平選手から打ったホームランだけですねあれは本当に感情が出てきてしまいましたあとの日本はあの相手へ見せびらかすような 本当にかっこつけるようなガッツポーズしてたので、まあ、そんなことをしてた僕が言うのもなんなんですがまあ類上でペッパーミルパフォーマンスされたら俺は腹立つな東北さんは、えー、負けてしまったんですよペッパーミルパフォーマンスまあ自分たちの掲げてるエンジョイベースボールを初回に否定されてしまって何な,な,なんやってこれいつものリズムちゃうやんけっていうのはあったんかもしれないですけどね監督さんのコメントとかも見てると何が悪いのか分かりませんと ね、そういったコメントをしてて楽しむのが野球子供たちが楽しむのをなぜ大人が阻止するのだないうね素晴らしいというかこれから物議を醸し出しそうなコメントをしてたんやけどまあ勇気あるというかね、まあ、監督がこの方針なんやったらまあまあでもその大阪桐蔭の目線からするとペッパーミルパフォーマンス以前のその坊主の髪の毛伸ばしてる時点で多分腹立ってると思うんで。 まあ二重で腹立ってるんじゃないですかね、この感じは。そんなレベルなんで、まあ、別にパフォーマンスをしようが、もう髪の毛伸ばしてる時点で僕らからしたらこうアウトなんで、僕は10年前のこの考えですから、今の子たちはそんなの何も思わんのかな、どうか分かりませんけど、まあ今こうやって WBC の期間と選抜甲子の期間かぶってる、まあそんなことってね、まあほぼほぼないじゃないですか、毎年そんなわけじゃないんで。 トプレベルの選手たちがやってるパフォーマンスを高校野球の選手が真似してもまあまあいいんじゃないかなって思ったりするんやけどなうんまあでも東北さんだけやと思うんですよこのペッパーミルパフォーマンスをできるのが他の高校って多分ね、まあ、大阪とはもちろんできないです選手から言うこともないまあこういう存在は知ってるけどどうやろうな練習試合でも無理でしょう紅白戦でも無理やなほんまに やるならこうバーンって打ってベンチの裏の人が見えないところでやってるかもしれないですねこうやってでもねやっぱ人前に見るときにできないって今でも思っちゃうのでやっぱりそういった教育を受けてきたようなって思いますよねまあそういったことが甲子園ありましたとというわけで明日の甲子園の大阪桐蔭対敦賀気比予想スコア発表します 鶴ヶケヒ0得点です大阪桐蔭4得点4対0で大阪桐蔭が勝つと思います前回の動画で、えー、徹底予想ということである程度のデータなどを発表させていただいたんですけども肝心のスコア予想が抜けてましてなのでこの動画で簡単なスコア予想をさせていただきました4対0で大阪桐蔭が勝つと思います前田投手が先発すれば敦賀気比 打てないと思いますそれではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますありがとうございました